雨の東京。こんな時間。はい、今日はもう遅いのでポップラーメンで行きます。東京だけどね、これ新潟の背脂なったらもうなんだかな。まあメンマ入れてね、まあ爆発するあれじゃねえんだけど、火薬っていうやつね入れて、で、まあ一回よげで、ドン・キホーテで3000円ぐらいもしたこの釜でお湯を沸かします。はい、もう水もなくなって乏しいものです。で、このね、だから、アルカリ水って書いてんだけど、これね、どうがアルカリなんだわ。あと、ウボット、まあ、凍ったもんかな、ほぐれんかな。まあ、適当に入れて、蓋閉めて、どこね、最近次はあれんだ、これ一発必要ねえんだな、これ3発目でボーンって今ついたんだけどね。はい、ではお湯を沸かしていきますか。はい、お湯の方沸騰しました。はいね、湯ビューとで一回置いて、今度はハンドルの上、さて問題のね、お湯の量大丈夫なのか、注いでいきます。はい、お湯の量ぴったしカンカン、さすがプロ。はい、こうやってね上に釜を入れ、はい、ここからね5分待ちます。はい、5分待ちました。ていうか5分も待たされました。まぬぐためでおいだからね、スープもジュワーっと水のように油も固まってなくてスムーズに入りました。で、この今度粉入れるんだけどもね、はい、粉完了。で、うわ、蓋持ったのいらねえ。蓋もね、蓋はいらない。で、まあ、こうやってかまして、よし、完成。とりあえず、こんな感じ。はい、では、次はね、麺食ってまったところでね。はい、麺だけ食いました。メンマだの、チャーシューだの、なんだの、具は一切食わないで麺だけ食って、ここで飯入れると。炊いてあった飯。まあ、これ 0.55 ですね、0.55。前は1合入れたけど、ただ豚になるだけだから。うん、飯半分。今までの半分でよし。っていうことで、で、これ、ここが味噌。卵はこう後から入れる。先に入れれば、まあ、固まるっていうのもあるんだけども、こうやって後から卵入れればね、マイルドになるんだよ。マイルド。うん。で、こんな感じ。完成。あとはもう飲むだけ。いい目見ろよ。あばよ。